はい、こんにちは。相鉄沿線散歩、ダグバです。今日はね、三つ橋、みんな大好き三つ橋にやってきてます。今ちょっと裏通り歩いてますが、この先に長山公園という公園があって、そこでなんかね、鯉のぼりがなんかいっぱいいるっていう情報をゲットしたんで、まあ、そこまでの道筋をちょっと皆さんにご紹介しながら歩いていきたいなと思ってます。三つ橋といえばね、この動画の記念すべき第1回が三つ橋で、確かここから始めたんだよな懐かしい。あの時はまだ冬だったんだ。それカメラですよ。撮影してます。ありがとうございます。あれどこだっけ、学生服ここ、うん、どうだっけ、あ、ここだ、 山沢さん、うん、でここも昔懐かしのなんか文房具屋さんみたいなのがあるんだよな。やっぱりここ降りて、駅から遠く降りてくれば降りてくるほど人気がいなくなる。まあ言ってももうこっち側もう用事ないしね。なんか昔はもっと商店街的になってたみたいだけど、おお、これも名だたる名医が揃ってると言われている。ちょっと車来た。懐かしいね、うん、だからここ に入院してた1ヶ月。いや違う、昭和富士ヶ丘の方に移されたの。うちじゃ手に負えないからって言って本当に死ぬつもりでいたぐらいやばかった。あ、日が出てきた。なんか多分ここショッピングセンター的なものがあったんだろうな、昔。ちょっと前まであの中、なんだっけな、肉屋さんみたいなとこ、時計屋さんみたいなのもあった気がするんだけど、もう今全然閉めちゃってんだな。出た、マイクロバブル。モンテッポン、モンテッポン、パティスリーモンテッポン。これこそ鯉のぼりかな、鯉のぼりをやるようかな。違うか、何なんだ。この辺からあれだね、道路が石畳っていうか、うん、アジア食品。食肉卸売りっていうから、なんか肉をこう、あ、パックに詰めたりするとこなの？何だろう。それで下ろしてんのか。じゃあ、あれかな、この辺にある食べ物屋さんとかみんなここでの肉使ってんのかな。
え、ホットカフェ？カフェなのこれ、うん、はあ、どこで？部屋で、家の中で飲ましてくれるのか、はあ、大根ふき、ふき、これ何？これスナップエンドウか。120円？大根？安いね。これ吹き？吹きだね。吹きはちょっと細いかな。すごい。長屋門公園だな。で、こっから下行かなきゃいけない。今日やってるよね。水曜日休みなはずなんだ。すごい、なんか一気に寒くなってきたな、はい、長屋門公園、長屋門前に着きました。じゃあちょっと入ります。55円、ご縁がありますよね。今年30回目30周年なの？え、なんか300周年ぐらいなのかと思ってたけど、30周年なんかどういうことなんだろうな。公園ができてからってこと？だってあれどう考えても築30年じゃないよね。ああ、鯉のぼり、ほら鯉のぼりあるよ。あるけどさ、なんかもっとさ、なんかブワーってなってるのかと思ったよ。はあ、あ、これがこっち、なんか凄まじいこれじゃない感。でもこれはさ、なんか多分近所の小学生とかが作っ、ほら卒業、小学校卒業記念だってよ。あ、なるほど、手形が鱗になってるんだね。うん、多分これを鱗に見立ててる。本当に素敵だと思ってる。そうか、可愛いけどね、可愛らしい。で、これが本物なんだよ。本物はさ、手が届かないところもやっぱあるの。あ、そうそうそう、なんかこれなんだっけ、これわらぶき屋根ってんだっけ、これ新しくしたんだってよ、これ。そう、なんかホームページ見るとあれだよね、あの張り替えまでの1日おきのなんかあの写真とか全部動画、写真じゃない、動画で撮ってあるの。これは何？椅子？灯籠？灯籠？そう、あ、そうだね。びっちょびちょだけど大丈夫なの？あ、今だから乾かしてるのか。あ、あんじゃん。なになになに、ちょっと言ってよ、本気出して、本気出してよ。ああ、そうそう、こういうの期待したの。おお、すごい美しいね。おい、ヤンバルクイナ、あ、行っちゃったよ。いや、
の新緑の緑とこの鯉のぼりのすごく、ま、あの色合いがマッチしてる。アーティスティック、素晴らしい。これは綺麗だな。写真撮って。ただもうちょっとあれだったね、風が吹いてきた、吹いてきた。これだってスリッパが履いてたからちょっと俺入ってくる。立派です。あ、寒い、蔵寒い。ああこれよかった、ライト持ってきて。行っていいのかこれ、うん、これは物置だな。あ、コマ、うわ、朝日ものまでじゃん。え、これ売ってんのかな。はい、どうもお邪魔しました。狭い。怖いね、セミナル。もうほんとこういう自然に囲まれて生活したい、本当に。これを見てくれてる人も癒されてくれるといいね。メジロ、これ見たことある。これよく見る。メジロ。うん、カルガモを狙ってんじゃないの。動物も必死だよな。我々はさ、働いてお金払えば飯食えるけどさ、うん、彼らはもう毎日生きるかしら。そうだよな。最後までご覧いただいてありがとうございました。今日はなんだろうね、ちょっと静かなしんみりとした雰囲気で淡々と進んでいたような気がしますが、すごく緑が多くていいところ、三つ郷ってやっぱりいいなと思いました。はい、でよかったらチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回お邪魔するのはあなたの街かもしれません。